こんにちは、マックナショナルアーティストの塩野です。今回は何をご紹介するかというと、皆様待望のじゃーん、カラーアイナーが発売します。すごい嬉しい。春夏におすすめのアイシャドウパレットと合わせてご紹介いたします。6月10日公式オンラインショップと全国の店舗にて発売のマックカラーエクセスジェルペンシル。大胆でポップなカラーからデイリー使いしやすいカラーまで、あらゆるシーンで活躍する12色展開のアイライナーコレクションです。そして同じく6月10日公式オンラインショップと全国の店舗にてアイシャドウパレット、アイシャドウバイフォーが2種類登場します。まずはカラーエクセスジェルペンシルからご紹介します。クリーミーなテクスチャーでどんなアイラインも簡単自由自在に描けるウォータープルーフタイプのジェルライナー。汗、湿気に強く崩れにくいウォータープルーフ処方で美しい仕上がりが最大24時間持続します。カラーは定番9色、限定3色の全12色、1色ずつご紹介します。グライトアダイカーボンブラック、シックタットブロダークブラウン、グラフィックコンテントディープパープル、ナッチナッチインクインクダークなミッドトーンレッド、スキップザウェイトリストパール感のあるゴールドブラウン、シリアルモノナミストパール感のあるモスグリーン、インコラプティブルマットなホワイト、パーペチュアルショックコバルトブルー、コミットメントイシューブライトライラック、以上の9色が今後定番アイテムになります。そしてパーマネントバケーションブライトイエロー、ナットラストウォームピンク、ザラストワードティールグリーン、こちらの3色が限定色です。続いてアイシャドウバイフォー、デイリー使いにはもちろん、トレンドのカラーシャドウをプラスして自分だけのコーディネートを楽しめます。こちらはパレットとしては限定ですが、一つ一つのカラーは既存色です。まずはアイシャドウバイフォーピンクテラコッタ、肌なじみのいいベーシックなカラーを組み合わせた4色パレットです。日常使いしやすい色合いと質感です。アイライナーを合わせると色々な組み合わせができますよ。季節を問わず1年を通してアイメイクを楽しめます。どんなシーンでも万能に使えるので、ギフトにもおすすめですよ。一色ずつ紹介していきます。ダズルシャドウエクストリームクチュールコッパー、ブライトコッパーカラー、スモールアイシャドウハニーラスト、ブロンズピーチ、スモールアイシャドウネイキッドランチ、ツヤのあるフロストピンクベージュ、スモールアイシャドウソフトブラウン、マットなピーチブラウン。続いて、アイシャドウバイフォーオリーブブラウン。ベーシックなブラウンカラーに加えて少し個性のあるメイクも楽しめるパレットです。クールな色合いがスタイリッシュな印象を与えます。アイライナーを合わせると色々な組み合わせができますよ。この夏カラーメイクに挑戦したい方におすすめのパレットです。一色ずつ紹介していきます。スモールアイシャドウモチーフ変更ピンクにつやめくシャンパンゴールド、スモールアイシャドウムルシュゴールデンブラウン、ダズルシャドウエクストリームジョアドゥグリッツ、ラメ感のあるオリーブグリーン、スモールアイシャドウナチュラルビルダネス、くすみ感のあるマスタードブラウン。どちらのパレットもマックで人気のカラーを集めました。一つのパレットで何通りもメイクがお楽しみいただけます。今回はピンクテラコッタパレットとアイライナーを組み合わせて涼しげヘルシーメイクをご紹介します。まずプレッププライム24アワーエクステンドアイベースをつけます。こちらはアイシャドウの発色を高め、メイク持ちを良くするアイメイク専用下地です。1色目はスモールアイシャドウソフトブラウン、217ブラシでつけます。目の際から眼球のくぼみに向かって広げます。目の下全体にもつけます。このようなふんわりしたブラシだとアイブロウやノーズシャドウにも使えちゃいます。2色目はスモールアイシャドウハニーラストを指でつけます。1色目の上から全体的に重ねていきます。このようにラメを散らすように少量ずつ重ねていくのがポイントですよ。ラメシャドウを重ねることでシースルーのような軽い印象になります。3色目はダズルシャドウエクストリームクチュールコッパー239ブラシでつけます。下まぶたの目尻側につけていきます。メタリックに輝くコッパーカラーがヘルシーじゃないですか。上まぶたと違うラメ感がポイントです。4色目はスモールアイシャドウネイキッドランチ239ブラシの反対面でつけます。目頭から真ん中あたりまでつけて涙袋を強調します。濡れたようなツヤ感が目をうるうるっと見せます。次はアイラインです。カラーエクセスジェルペンシルのスキップザウェイトリストとコミットメントイシューの2色をチョイスしました。
まずはスキップザウェイトリストでねじり側にアイラインを引きます。パールブラウンなので軽さがあってシースルー感のあるアイシャドウとマッチしませんか？ブラックやブラウンをすでにお持ちの方、ぜひパールブラウンもメイクのスタメンに入れてみてください。すっごい使えるカラーですよ。最後にコミットメントイッシュ、明るいライラックカラーをポイントでプラスします。目頭のくの字を囲うように引いて少し指でなじませます。ここが涼しげポイント、ウォームトーンでヘルシーなアイメイクにライラックカラーが映えますよ。このアイライン本当にスルスル描けます。柔らかい描き心地なのににじみとか色移りがなくって本当に崩れにくいので感動しました。何を使っても崩れちゃうとか、あとアイラインがうまく引けないっていうアイライン難民の方はぜひ試していただきたいです。チークはマックミネラライズブラッシュウォームソール、血色感のあるベージュカラーです。リップはマストのプレッププライムリップで唇を整えて、グロープレイリップバームルージュアウェイクニングでコーディネートをしてメイクの完成です。今シーズンはメイクもファッションもズバリカラー使いがポイントです。ベーシックなカラーでまとめた目元にカラーラインをプラスして遊び心のあるアイメイクを楽しんでくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。バイバーイ。